福岡。どうもこちらはオセロニアの竹福岡会場でございます。私が、マピー会長ですね、実況枠ではなく今回はレポーター枠としてですね、この会場に来ているんですけれども、広いですね。本当に人もすごく多くて、見てくださいこのオセロニア、こちら物販ですね、後で紹介します。ちょっと今回は本当こんな感じで雑感があるんですけど、今まだ会場がイベントは始まってないんですが、見てくださいこちらですね、今ウォーミングアップ。ちょっと待ってください、アナウンスがすごい、アナウンスがすごい。はい、ぜひこの時間でですね、多くの公式プレイヤーと対戦してみてください。会場内ルール3つに分かれておりますので、ね、各電気をご用意お願いいたします。イベント始まった後、オセロニアの宴カップ予選でも、同ルールで行いますので、皆様今のうちに電気をご用意お願いいたしますとのことです。現場からは以上ですと行きたいところなんですけども、そういうふうにもいかないのでね、今公式プレイヤーが対戦中ということなんで、ちょっと見に行きたいと思います。あ、こちらにおわすのは、こちらにおわすのはですね、あ、どうもどうも、いいですか、白黒チャンネル中二さんです。イエーイ、今日は元気に白黒チャンネルのお時間です。これね、編集で入れとくんで。 ありがとうございますさあ、なんか喋ってください。マジでやばい、負けそう。シャキン、ミヤボーさんです。負けそう。ちょっとあのミヤボーさんが押されているのか。負けそう、負けそう。相手の方はアミちゃん。アミちゃん強い、夜行を駆使してくる。 KJ さん、KJ さん、はい、今どんな具合ですか。今サプライズマッチの対戦中なんですけど。サプライズマッチルールということは、吸収スキルを持っている駒がリーダーの。そうなんですよ、ですね、対戦相手の美和くんは夜行トップ。夜行トップ、あららら、いいようにやられてる。いいようにやってます。いいようにやられているということで、KJ さんもね、こういう感じでウォーミングアップマッチなどに、参加されるということなので、もしもですね、日頃の怒りをですね、ぶつけたい方は宴お越しください。KJゆるさん、シャープマークで、おっと、許さないといただきました。はい、ゆるさん、この許さないといただいて、ちょっとお気持ちいかがでしょうかね。ゆるさん勢の方もいっぱい参加します。ゆるさん勢お待ちしております。待ってます。ありがとうございます。てててててててれれれれれれ UFO。 はい、こちら何ですか。これオセロニアカードですよ。オセロニアカード、ゴールドカードですね。こちら正月飾り色映っております。そして1月ダイヤモンドマスター、はい、2000、しかも ID もありますね。これ大丈夫ですか、これ個人情報漏洩。全然いいよ。全然大丈夫ですか。全然いいよ。全然大丈夫なんですね。全然いいよ。ちなみにこれ持ち運ぶの大変なことってなかったですか。大変ですよね。あ、なるほどなるほど。そのわけでね、すごくね、このように面白い方もいらっしゃいますので、目立ちに来ます。目立ちまくりですねということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてはこちらです。おや、こちら何でしょうか。元気出せーと、可愛らしいキムカムイとアマテラス、ヘーラー、そして吉野と並んでおります。こちらですね、タオルがありまして、タオルだな。そしてこちら、はい、マグカップ、そしてマスコットと、あとカレンダーとかね、あとこういうアクリルスタンドとかすごくありますね。そう、ここはオセロニアでございます。オセロニアじゃないですね、ヤですね。でこちらはまあ物販コーナーということなので、このオセロニアにちなんだ、まあ、こういうアイテムいろいろなマグカップとか売ってるということなので、せっかくなので私もなんか一個買おうかなと思います。その買い方っていうのがあって、買い方がね、こういうね、まあ、あのオーダーシートというのがあるので、プレイヤー ID をご記入の上、レジにおすすめしてくださいということなので、何買おうかな。来ました。あら、かわいい、ポイズントード1800円です。シャリーンということで、このレジはですね、クレジットカードも対応しているので、まあ、現金出したくないという方でもすぐ買えますんで。我々や多くのご来場者さんと対戦していただきます。そして休憩を挟みまして、決勝進出者対公式プレイヤー戦ファイナリスト連合軍によるオセロニアンの歌いカップ決勝、そして最後にはコールタイムもあります。また豪華賞品が当たる抽選会もありますので、ぜひ最後までご参加お願いします。
そしてですね、すでに、たくさんこうご購入いただいていると思うんですけども、グッズ販売もありますので、公式グッズショップオセロニア休憩中や終了後にぜひお立ち寄りください。オセロニアクイズなんですけれども、いつものねオセロニアクイズに加えて事前に、こちら福岡宴の、アンケートで、取らさせていただきました回答をもとに問題を作成しております。どんな問題があるのか楽しみですね。めっちゃ大根。はい、今年新登場したニューイヤーキャラはどっち？黒ニューイヤーレムか白ニューイヤーラム。白って言うんでその時にあげてください。はい、ということで、まあ引けたかなみんな。これはどっちかな。黒と白どっちですかね。回答早速いきましょうか。はい、行きましょう。はい、それではせーので上げてください。せーの、はい、おー、白白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 とオールホワイト。ブラックホワイト、ブラックホワイト、ブラックはいるんですが、まあほぼ白ということで。そうですね。はい、ということで正解はこちら、ラニー。へー、はい、ラニちゃん。だからごはんちゃんさっきちょっと練習してませんでした、ラニの。ラニやった。ラニ何練習した？ラニは正月の練習したんですね。何練習？ウサギちゃんたちの顔を真っ黒にしちゃうから覚悟してね。今教えて。ウサギちゃんたちの顔を真っ黒にしちゃうから覚悟してね。おお。すごい精査会。いいコンディションですか。中田真由がモノマネしているのはどっち？ランドタイランと白アンドロメダ。全然違うコマだけど。大丈夫。今から、この場でやってもらいますので。オセロニアのモノマネの中で一番得意なやつです、これ。おお、サービス問題だと思います。これはね。じゃあ、早速お願いしていいですか。いきます。オイラの大活躍に期待するのだ。正解はこちら。正解は、はい。第10問でね、最終、あのサービス問題を持ってた。ちなみにアンドロメダは？お、やるんですか。いや、じゃあ俺は行きます。草にが暴れて。オーソニアのお酒です。スタート。ありがとうございます。はい、よろしくします。よし、リベンジ。さあ、またスマホが汚いですけどチャレンジマッチやっていきたいと思います。今回はコスト200ですね。超リベンジ、超リベンジ。そう、団体戦とかで当たってるからね。言うてそろそろリベンジされそう、マジで。いやマジで守護者使っちゃいけないから、ちゃんとデッキをね、ちゃんとデッキ組まないといけないよね。いやーマジかー、これ振りたい面なんだよな。スパルムの方がどこ強くなるからな。いやきつい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 。初手それしんどいんだけど、めっちゃしんどい。ちょ待って、しんどい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 、それしんどいぞ、やめろー。ほい、オッケーオッケー。いやマジきつい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 。ちょ待って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 。ちょ待って。集中も入るぞ。だよな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 。あーこれはしんどいなー。あ、オッケーオッケーオッケー。まだいいまだいいまだいい。ノー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 。リッチとか置かないで。Thank you。トップリッチトップリッチトップリッチ。トップリーダー。今トップリーダーよ。うわ。いやこれはダメヤードだいぶ変わるぞ。この手駒めっちゃしんどいんだけど、どうしよう。え、しんどしんどすぎる。撃つしかねえよ。マジかー。さっき変置きしたかったか。いやでもこっちでいいでしょ、さすがに。さすがにこっちでいい。まあこれはブラジェ返すか A3 取るかって感じかな。ザフキをここで返すか、ブラジェ後回しでもどうせ返されそうだけど。いや何を。オッケーオッケーオッケー、まあいい。うん、なるほど。いや、ダメアドきついな。さあ、来い。いや、エンデガしてよ、これは。ほい。割といい、なんか真剣勝負みたいな感じになってるからね。エンデが捨てたなら冷やす。あ、マジか。どうしようかな、これ。
やこれ右下 X 来るっしょ。あ待って当てたらよかったな D1 ミスった。まあいいや、当てた方が絶対よかったわ。ミスったマジで。ブランジェッタのあのコリターン見たかった。あミスった、マジミスった、マジミスった、マジミスった、これミスった。いやまだなんとかなってほしいな。いやまあ一旦こっちか。ほいほい、よいしょ。ここからどこまで耐えれるかやな。いや手駒的に参る。なるほど。これはこれ打っちゃいます。ああの次のターンこいつ打ちたいんですよ。次のターンにこいつ打っちゃう。メルノガイスが若干強いが、オッケー守ってくれた。なあアイドルアナプールか。いやアオフェルか。いやあなるほど、パイセン。そういうことな。いやちょっと毒やばいな。毒やべえな言うて。気づけば、気づけばやばい。気づいたら毒がやばいことになってる。いやまあさすがこっちかな。おいダメだ、重視いくよ。よっはいのはいと。罠がまだ相手回収されてないから若干こっち有利ですね。ほい、あ強い、うわほい強い、ほい強い、ほい強い、これはいけるぞ。えっと、なんだけどな。勝ちかな、これ多分飛ぶわ。レッツゴー、飛ぶんかい。オッケー、ハロメです。勝ち、危ない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 。なんとかねリベンジ阻止ですね。ナイスバトル、またリベンジで。まあよくね島田スクントラで、ね、あの対戦してたんだけど、まあなんとかリベンジ阻止しましたということでチャレンジマッチでした。でちょっとねガチだからさ、ガチでやったから結構俺口数少なかったわ。いや間違いない。ということでチャレンジマッチでした。島田スクありがとうね。ありがとうございました。今回の実況者の方です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまたね。はい、またいかざるを得ないことですね。でもチタニアあるからな、全然いけそう。だいぶ HP を増えてきましたよ。結構 HP 差はほぼ5000ありますけど。おっとこれ中林さん、これカルマで3枚とか強いけどね。ビリゴマスソーのイベット。本当ですね。これは僕も今気づきました。とんでもない、とんでもない隠し玉を用意してるなんて聞いてないですね、僕も。近いでいくか。いやこれ、ね、嘘イベット大変。これはアイドルのラブですが、選択していくぞ。おこれは、いやでもブラクリスマスメリット、クリスマスメリット出ましたね。これは完全にもう、これはエンデが、いやでもこれね、これね、エンデが3枚打ったらね6710。いや6000、いや出るのか、出ちゃうのか、これ我慢するんだ。いやでもこれはね決まる決まる決まる。ナイスバトル。先行でラニー初手で起きたのでかいですね。おお。そして吉野。伊丹さんのコメント、王者道潰せよ笑う。ね、さあ王者道潰せ。さあ引いたのは、2周年。はい、今日は皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや福岡宴ということでこの宴ツアー最後、来週京都ありますので。参加される方よろしくお願いいたします。それでは福岡からは以上です。バイバーイ、バイバーイ、さくらさん、はいはいはい、さくらさん、さくらさん、ちょっと今気抜いてたでしょ。はいはい、バイ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 、ありがとうございました。